今回はダンジョン飯かブルーの推理力気持ち悪いな、に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。こいつの推理力気持ち悪いな。エロ漫画とかに出てくる人たらしの優しいギャルがやるような顔してんなこいつ。まあ大体人たらしの優しいギャルみたいなもんだしな。目的もあるけどオタクに優しい陽キャではある。そのせいでひどい目にも遭うが。人たらしの誰にでも優しい黒ギャル。まあ実際オタクに感落ちするんだが。原作最後まで読み終えてこいつが一蓋を争うくらい好きなキャラになるとは思わなかった。今日のドヤ顔を覚えておこう。偽善者の化けの皮を剥がしたせいで人生数回分の苦労を抱え込むことになる男の顔だ。いいじゃないですか、あんな奴らのことは。オタクくんの趣味のこと一緒って思いながらも付き合ってくれるギャル。大丈夫？ギャル扱いしたら人体の構造わからされない？三度の飯より人付き合いが好きなやつがギャルじゃなくて何なんだ。オタクくんに近づきたいがためにすげえ嫌いやながらオタクくんの趣味に付き合ってくれるコミュ強黒ギャル。これあってたら嬉しいなになることよくあるからわかる。あそこ心理描写上手すぎる。ずっと前から気になってたオタクくん化けの皮剥がしたらとんでもないもの出てきてドハマりしたギャル。強キャラ感だとここがピークな気がするこの黒ギャル。あとはだいたい最後まで苦労人ポジだもんな。こいつただの嫌なやつじゃないのか。社会性がありすぎて怖い。みんなすぐ自分に夢中になるのに顔も覚えてくれない面白い男に夢中な。ちょっと調子に乗り気味なだけの普通の若者だよ。終盤はオタクくんに上手に優しくできないやるみたいな感じじゃなかったっけ。ライオス本人に会ってからはずっとライオスに振り回されるしな。少なくとも才能の使い方は間違えなかったやつ。おかしい、アニメじゃだいぶ軽減されてたけど原作初での描き方は明らかにいけすかない感じバリバリだったのに。アニメになるとこいつずっと喋ってんな感がマシマシで笑ってしまう。どんだけ推理すんだよ。ライオスへの理解度が高いけど気持ちはいまいち伝わらない人。興味のベクトルが違うだけで根っこは似た者同士だよなこいつら。リアルでも稀に似たような人いるよね。蘇生屋のこと殺した後水に沈めてたけど、あれって魚に食われて復活できなくなるからめちゃくちゃエグいことやってない？アジンにも理解があるタイプのギャル。リンとはそういう間柄に見えたが、実際のところどうなの？こいつ視点だとキスしといてリンちゃんさんのこと姉だと思ってるから。ダンジョンを理解して封じるのが目的のカブルーからすると同士打ちで殺させてる非合法蘇生屋は絶叫だからね。あの垂らし欲で女だったらジパーティー崩壊させる。モテそうな声しやがって気に食わねえな。姉ちゃんがこいつに女の顔見せるのマジで嫌なんだけど。割と独善っぽいところがあるというか理想のための手段は問わない感じが秩序で悪な印象を受ける。その見方でいくとこの先どいつもこいつも独善的すぎるってなりそう。言うて全体の利益を考えて頼まれてもないのに人を殺せるのは作中だとかブルーくらいじゃね。殺人に罪悪感とかはないのか。殺人でも受けてる相手に対してはないんだろう。冒険者なんてヤクザかようなんだし敵対した相手は殺していいだろぐらいに思ってても不思議はないと思う。人間観察のことになると早口になるの気持ち悪いよな。ここら辺でサイコかとは個人的にはならなかったんだけど、リンちゃんからの行為は理解してる上で姉のような人って思ってることが出てきた時はそこら辺サイコかって少しなった。迷宮攻略して魔物を根絶する気もない。でも困ってる人を助ける気もない。って人はカブルーからするとそやあねって感じ。地味にキレてたのは自分たちがライオス相手に死ぬか、死ななければ殺してもう人稼ぎするつもりって気づいてたからよ。悪意前提で追跡してきてたから。最終的に貴重な作中ガチ死にだよね。死体回収やカブルーの地雷踏みまくったからな。回収や死体回収やは設定上でハーフドワーフだっけ。ハーフノームもいる。ハーフだからきつい思いはしてきてあんな感じではあるんだろうな。
殺人教唆で仲間に引き込もうとする手札が悪辣なんだよ。死体あさり、アニメでアクションつくと本当に対人特化の性能してるの分かりやすいな。人間は急所さえつけば派手な動きなんていらないを実践してくれた魔物。いやどこだよ頸動脈。アニメで見るとガードしてる相手の首もサクサク勝ってて強い。あの手のやからが集まってきた末路がどうなるか見てるもんな小さい頃。落ち着け、どんな相手も手足さえ落とせば無力化できるみたいな考えも否定する感じで絶妙だよね。シーサーペント、即座に死ぬとこだけサクッと切るのが早いんだよねこいつ。母親の教えがすごい生きてる。魔物には効かない。自分の力を過信せず一番成功に近いならそいつらの力を利用するよう切り替えられるの偉いな。ダンジョンに関する知識もすげえぞこいつ。多分ミルシリルが本来外に見せちゃダメなやつ見せてくれてる。そんなに勉強したのに魔物の知識だけはない。カブルーの敵の殺し方セオリーがよりによって一層雑魚のスライムとあるキキノコに通じてないのがマジで魔物相手に向いてないって思う。さすがにあるキキノコは蹴りだけで倒せるのは安心した。逆にキノコはウパンで殺すマルシル含めライオスパーティーが強いんだ。シュローも冗談じゃない強さしてる。リズメで殺すってのはライオスも同じなんだけどな。その理屈を魔物一体一体に対して変えるか変えないかが大きすぎる。カブルーは今回みたいに強いシーンあるけどカブルーの他パーティーメンツの戦闘での活躍ってあんまり恵まれてないよな。魔物を見るのも辛い時点でダンジョン攻略めちゃくちゃ向いてない。好きこそ物の上手なれだよな。それでも使命感あるからそのうち学んでレベルアップしてたろうけど、まあ必要なくなったし。観察眼が人並み外れてすごいんだよな作中トップでは。でも人に取り入るか殺すかに特化してた冒険者が政治特化になるのは最高の上がりだと思う。割と浅い階層で巨大植物に飲み込まれてた蘇生屋のおっさんって一体。喋りっぱなしでもライオスみたいにあいつとならないのは人徳か普段の行いか。今回興奮して早口で喋ってた時は割と仲間たちも近い感情は持っていそうだった。カブルーもギャルはラルでもオタクラルじゃねえかな。取り入るためなら心底読みたくないジャンルの本も全巻読破するやつなんだよなカブルー。好感度上がる選択肢を的確に選べてそのための努力を惜しまないところがあるから恐ろしい。家族目の前で魔物に食われてんのに取り入ろうと潜り込むのすげえよ。おかげで隊長の介護できたし。対人スキルはコメも殺しも高いんだけどな。時間をかければリンちゃんとくっつきそうでありながら殺生に忙しすぎてこの先はそんな未来もなさそうな男。リンちゃんかわいそう。二人だけの世界があるくせにリンちゃんさんも自分からグイグイいけるタイプじゃないから。周りの人が世話焼いてやらないとくっつかなさそうな感じある。キスの時まんざらでもない空気だったんだけどな。今回はダンジョン飯かブルーの推理力気持ち悪いな。に対するネットの反応を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。